サバイバル・オブ・ザ・フィティストという表現を作った、ハーバート・スペンサー適者生存あるいは、最適者生存とは、ハーバート・スペンサーが1864年に、プリンシプルズ・オブ・バイオロジーで発案した造語、概念、及びその影響を受けたチャールズ・ダーウィンの概念。もともと社会進化論の提唱者である哲学者の、ハーバート・スペンサーが1864年に、プリンシプルズ・オブ・バイオロジーで発案した造語、 概念であり、当時から広く知られ様々な人に影響を与えた。この考え方を知ったチャールズ・ダーウィンは、種の起源の第五版で取り入れた。ダーウィンの進化論においては、個々にストラグルフォー・イクジステンスに努める生物の個体のうち、最も環境に適した形質を持つ個体が生存の機械を保障されると表現された。その後、支持者によって、 生物に変化をもたらすメカニズムを的確に表現するとみなされ、普及した。ただし比喩的表現であって科学的な用語ではなく、生物学でこのメカニズムに対して用いられる語は、自然選択である。種内のある個体の遺伝子有形質が最も環境に適しているなら、その個体より増えた子孫は、その種の中でより増え広がる確率が高くなる。 結果的に現在生存している種は、環境に適応し増え広がることのできた最適者の子孫ということになる。時に、適者イコール強者と解されたり、中国の関与の言葉である弱肉強食と言い換えられることもあるが、環境に最も適応した結果の適者という理論のため、強い、弱いといった価値尺度は意味がないことになる。捕食者が、教で被捕食者が、 弱であるという解釈も成り立たない。この種の議論は古代ギリシャの著述家、プラトンの手による、ゴルギアス中のカリクレスの有名な弱肉教食説に対するソクラテスの反論などに見える。つまるところ、弱肉教食を自然の起手とみなすような素朴な自然観は、そもそもダーウィンの学説を持ち出す必要すらない。ダーウィンはスペンサーの考察力を評価しつつ、彼が 自然の観察により注意を払ってくれたならという趣旨のことを書簡で書いている。適者生存における適者とは、この造語の発明者であるスペンサーにおいては、個体の生存闘争の結果であるのに対し、ダーウィンの自然選択説では、個体それぞれに生まれつき定められている適応力に重点が置かれる。これは、進歩的社会思想と進化論を同一次元で、 考えたスペンサーが進化の原動力を個人の意識的な努力に求めたかったのに対し、ダーウィンの自然選択説は本質的に決定論的であり、個体それぞれの生存闘争は確率論的な地平に取り込まれるべき理論であることを意味する。小泉首相の発言やテレビ CM などで、ダーウィンのものであるとして強いものが生き延びたのではない。変化に適応したものが生き延びたのだ。 という言葉がルーフされるようになったが、これはダーウィンの言葉ではないとされている。ダーウィンは自然選択という語が創造主を連想させると考えた。生存競争や生存闘争と訳されることが通例だが、正確に訳せば存在し続けるための努力サバンナに住む肉食動物の俊足は草食動物を捕食するための武器であるが、 同時に草食動物の瞬足や警戒心は肉食動物を餓死させるための武器である。原生の生物は環境への適応度という点について皆等価であると言える。ただし、この自然選択説を近代科学たらしめている。この規定が、すなわち、生命現象全体に内在する引き換え論的な本質の可能性を即時に否定してしまうわけではない。ありがとうございます。